ございます。東京本間門教室、藤井聡です。アシスタントの村山千代です。この番組では SNS 全盛の時代、玉石混交のニュースから真実を見抜く本間門の視点をお届けしていきます。先生、はい、この番組でもお話のあったコロナの時短違法判決なんですけれども、はいはい、確定したそうですね。そうなんですよ。この番組でもね、ちょっとご紹介しましたけど、小池さんがグローバルダイニング社さんという会社さんにですね、飲食店に、今コロナが流行ってんねんから、自粛要請、時短やってくれって言ってんのに時短してへんやないかと、だから時短しろっていう行政命令を出したんですけど、はい、まあ、それが違法だと。これなんでかっていうと、時短したところでほとんど感染拡大を抑制する効果ないやないかと、はい、その一方で4000万とか5000万とかね、損害が出ると、こんな不当な時短命令おかしいやないかっていう裁判を起こしたんですけど、はい、これがね、違法なという判決が出たんですけど、今回いろいろありまして、その違法判決が司法の現場で確定したんですね。これはね、すごいすごいことですよね。すごいです。あの、行政がすることは当たり前だという空気を変えることになりそうですよね、うん、そうです、そうです。その時の最大の決定的根拠が、うちの研究室で分析をした統計分析でね、効果がほとんどないと、 0.08 人だったかな、あの感染を縮小したとも 0.08 人ぐらいしかないという統計分析が提出して、で僕説明しに行って、東京都の人ともなんやかんやと議論を裁判所でやって、それが認められて、やっぱり京大で分析しているように効果がないって明らかだと、この裁判所としても思われるから、これ違法だということになったんですよね。もう正論が勝ったってことですよね。そうなんですよ。すごい。そうなんですよ。今日はね、そのあたりの正論について、はい、本を出したんでね。あ、今月発売されたばかりの。そうです、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 ね、人を動かす正論の伝え方っていう本をね、これまさに今言った裁判の話もその正論の通し方の一つなんですけど、今日はね、一冊、この一冊についてね、じっくりとお話ししたいなと。どうやって正論っていうのは世の中でこう伝わっていくのか、はい、ちょうど今日、あの、神谷宗平さんがね、参政党でゲストで来られますけど、彼も今正論をね、通そうとしてやっていますから、はい、まあ、実はあの、彼がやろうとしている内容もこの正論の伝え方そのものになっているっていうところも含めてお話したいなと思ってます。ね、正論を振りかざすだったりね、あまり良くない言葉、ね、イメージで使われることも多いですけどね。これ伝わっちゃうという、お、それで人が動いちゃうっていうね。楽しみにしております。本当にどうしたらいいのかっていうのを一冊書いたんで。はい、それでは早速参りましょう、はい、本日のテーマはこちらです。ほんまに人を動かす正論の伝え方です。 CM などたっぷりと伺っていきます。日本が売られるの著者が衝撃の告発。なぜ郵政民営化の裏にアメリカの影が見え隠れするのか。なぜ日本人の年金を運用する GPIF は運用にアメリカの金融会社を加えたのか。なぜ世界で使用禁止が相次いでる除草剤が日本では普通に流通しているのか。お金と人事を見れば世界が見える。株式会社アメリカの日本解体計画は書店では買えません。視聴者限定、今なら送料のみ550円。今すぐ堤美香で検索。今回のテーマは、ほんまに人を動かす正論の伝え方です。今回は本間門教室としては初の試みで、通常の政策論や思想とは違う実践論になります。先生、よろしくお願いいたします。はいはい、今回ね、僕、まあ、本って結構出版してて、もう何冊か忘れましたけど、まあ、4、50冊ぐらい出してると思うんですけど、もっとあるかもしれませんけど、今回初めてね、どうやったらいいのかっていうね、実践論の本を書いたんですよ。活かせますよね、日常生活にもね、うん、そうです、そうです。でね、これね、書こうと思ったのはね、この出版社さんからね、いや、藤井さんの話聞いてると本当にすごい納得できるし、で、実際それで国土強靭化とかね、まあ、消費税増税されましたけども、2回延期になったりね、まあ、十分志半ばですけど、アベノミクスっていう積極財政が動いたりとか、こう、あと都構想っていうものに、大阪都構想っておかしいじゃないかっていう話を展開して否決2回されたりとか、まあ、僕一人で当然やってるわけじゃないですけど、僕が学者として主張してる内容が、まあ、実現してないことが多いですけど、僕はいろんなこと思ってますから、まあ、あの、アメリカからの独立とかでね、一番難しいこと思ってますけど、いろんなこと思ってますから、実現はしてるのは僕にとっても一部なんだけど、
逆に言うとしてないのじゃなくてしたものを見たら結構実現してると、はい、普通の学者で黒板に物書いて教えてるだけの人間なのに、であれはきっとなんか聞いててめっちゃ納得するからなんですよと出版社の人が言わはってね、だそのあたりねぜひ書いてくれませんか本と言われたんですよ。で僕ねハウツー本とか、いやそんなハウツー本とか嫌ですよもうってすごく言ってたんですけど、なんか論破の仕方とかそんな僕も論破全然できてないしもう先生が言うから伝わるのかなっていうところをね、そう向こうがこう、ね、そこの秘密を、ね、書いてほしいっていうのがうーんって考えてね、で最終的にまあすごい議論してずっと断ってたんですよ、そんなハウツー本嫌やって、だけど、まあ、人に伝わる正論の人を動かす正論の伝え方っていうタイトルやったら、まあ、書けるかなと、いやぜひそうしてください、はい、ということで、まあ、書いた内容なんですね。で実はこの内容っていうのは僕ねこの20年ぐらい、まあ、交通の業界で、まあ、まあ専門家しか知らないですけどモビリティマネジメントっていう概念を僕提唱して、で僕そこの学会作って、つい先週もモビリティマネジメント会議、日本モビリティマネジメント会議っていうのを、まあ、17回目にやって、はい、っていう会議体があるんですけど、それ何かっていうとね、まあ、いろんなとこに田舎のバスとかあるじゃないですか、地域のバスとか、はいはい、で田舎の地方鉄道とかあるじゃないですか、そういうのってもうほっといたらどん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 なくなっていくんですよ、でそれを忍びないんで、はい、それをこう残そうとする運動を僕20年ぐらいやってるんですよ。ちっちゃいバスだとかちっちゃい鉄道とかで、鉄道とかバスとかが残ってるとそこがまだ活性化しますから、逆に言うと線路がなくなったらそこも完全アウトになってしまうっていうのは、で全国の交通モビリティって言うんですけど、これをねなんとかこう維持したいっていう取り組みを僕ずっとやっててね、そのノウハウをベースに書いてるんですよ。そのノウハウってどうなってるかっていうとね、これモビリティマネジメント交通のマネジメントなんですけど、このベースにあるのはねドラッカーっていう人が書いたマネジメントっていう本があるんです、はい、でもしドラって言って、もしも女子高校生がのマネージャーがドラッカーを呼んだらってあったじゃないですか、あれどんな話だったかっていうとね、その女子高生の女の子が野球部のマネージャーになりますと、はい、これね、マネージャーになったからどうしようかなと思って、ドラッカーっていう哲学書がね、経営学の神様みたいな人の本があって、それを読んでそれをベースにいろいろとマネジメントをして、もう全然うだつの上がらん野球部をめっちゃやる気にさせて、最後甲子園に出場させるっていう、まあ話があるじゃないですか、であん時にどうやるかっていう話を交通に応用したのがモビリティマネジメントっていう、交通のマネジメントで、それを正論に活用したのがこちらなんですよ。だからねこれはねドラッカーのマネジメント論をベースに書かれた、まあ、経営学の書になってるんですね。で交通をね僕どんなことやってるかって言ったら、まずね交通ダメだった時に普通みんな考えるのは、便利にしましょうと、はい、それはそうですよ、便利にしたら乗りますと、はい、で今地方の交通ってどうなってるかって言ったらね、もうみんな車使うから、はい、誰もバスも電車も乗らへんと、ね、もう赤字路線がね、そうそうそう増えてるって言いますもんね。そうそうそう、でこの赤字になんとかするためには新しいバスを導入しましょうとか、はい、新しい駅を作りましょうとかってみんな思うわけですよ、でもそんなお金どこにありまんの、まあ、お金ないからあきまへんなあ言ってだんだん撤退してって、じゃあそろそろ廃線しますか、あ廃線しましょうか言ってこうなくなっていってる。寂しいですね。寂しいです、これをなんとかできへんかっていうので、これねもしドラのコツはね一言で言うとね、もう関西の大師匠、西川清さんの小さなことからコツコツとなんですよ。小さなことからコツコツとやらせていただきます。もうこれだけなんですよ、そんなシンプルな、そんだけなんです、基本なんですね。そうそう、ただね何でもいいからコツコツやってたら違うんですよ、でちっちゃなことからだったらね、もうちっちゃなことってね、だからまずね電車便利にするって言ったらねお金ないやんって終わりなんですよ、でもね例えば掃除するとか、例えば駅前の人にかいつも行ってる喫茶店に社員が行ってお茶飲んでなんで乗らへんのって聞くとか、できることね意外と多いんですよ。ちょっと時刻表をきれいにするとか、あるいはなんかいろいろ話聞いて時刻表ちょっと変えるとか、
俺とかこうなんか市民候補になんかちょっとこんなん入れるとか できることってね、あのちっちゃなことからコツコツとと思ったらね1000個ぐらい見つかるんですよ。でその中で最も効果的なやつを選んでやったらいいんですよ。これでやったらね事態がちょっと改善するんですよ。そしたらねより効果的な方法がまた見つかってくるんですよ。それをねコツコツとちっちゃな音からコツコツとでやっていけばいいんですよ。なるほど。でね、例えば模試ドラどうやったかって言ったらね、どうやったかって言ったらね、あれ女子高生の女の子ですか、野球も何も知らんわけですよ、うんうんうん、だけどみんなやる気ないと。で最初に彼女が思ったのはなんでやる気ないのかしらと、はい、いうのを調べようっていうことでね、これでねあのキャプテンが入院してるのでそのキャプテンの看病してるふりして、でそこにあの部員さん一人ずつ呼んでくださいよって呼んで部長とこう喋らせるんですよ、なんか30分とか。それ横でじーって聞いてるんですよ。そしたらあこの人これがあるからやる気ないんやとか、あこの人これが苦手なんて一人ずつ分かっていくんですよ。そしたらそのキャプテンにあの人こうしたらいいですよって言って、おそうって言ってこうでちょこっとなんかやるんですよ。そしたらねちょっとやる気になるようですよ。でやる気になってちょっとやったら成果をまた上げるんですよ。こうなんて弱い敵と戦わせると、おこっと言ってもう喜びよるんですよ。もうアホが喜んどるわみたいなもんですけどね。これまあマネージャーからしてみたら、ちっちゃなことのコツコツとこうやってって、でこれでねずっと続けてやってったらかなり大きなものが動くんですよ。人間結果が出ると嬉しいですもんね。そう、小さなことこそ結果出やすいですもんね。これね、バカみたいな理論ですけど、心理学でゴールセッティングセオリー、目標設定理論っていうのがあってね、これ簡単なんですけど、志は高すぎるとやる気がなくなるんです。わかります、始めるまで時間かかりますしね。志が低すぎるともの変わらんのですよ。ということはね、志の高さというか目標と成果ってねこんなグラフになってるっていうんですよ。なるほど。高すぎる目標を立てるから、だからこう鉄道をもう一本引くとかって無理やんけ言ってもう議会で否決されて終わります。ほい、でね、もうあの志でとりあえず僕一人で乗ろうって、お前乗ってるだけで意味ないやんけみたいな。こうだからね、この辺のここを探すんですよ。でここ探してやってたら次の展開が出てきますからね。これをつなげていくと甲子園ぐらいできるし、でバスぐらい活性化するんですよ。で実際このやり方でね、あの黄色いバスの奇跡っていう本があってね、これね20年ぐらい前に僕帯広のね十勝バスさんっていうところに行って、こうやったらお客さん増えますよというのをちょっとレクしに行ったんですよ。そしたらどうやったらいいかって言ったらね、僕が教えたのはね、もう全然お客乗らへんと、そしたらバス停1個決めて、そのバス停の周りの家全員に社長が行って名刺持ってなんで乗らへんか聞いてきたらいいと。でドライバーが行って、でなんで乗らへんか聞いて、でついでによかったら乗ってくれと。めちゃくちゃコツコツですね。そう、これをね総出でやるんですよ、一つのバス停で。ほしたらね、そこのバス停の客増えるんですよ。ほしたらね社長やる気になってしまって、あ俺回ったらちょっと乗っとるでと、ドライバーもなんか最近乗ってくれてるなと思うんですよ。でそれでねだんだんやる気になってって、そのやる気になるから次のプロジェクト次のプロジェクトってやって、ものすごいお客さん減ってたんだけど V 字回復したんですよ。もう地方の十勝バスのね、その帯広のバスなんて誰が乗んねん、車しか移動できへんやんけってみんな思ってたんだけど、努力したらちゃんと増えたんですよ。でそれをね僕はね、あの交通の世界でずっといつもやってたんです。ここやったらまずお前ら喧嘩してるからお前ら仲良せとかね、ここを首長がどうしようもないからちょっとこいつが落ちるまで待っとけとかね、でその間はお前ら課長でなんとかせとかね、そういうの僕ねずっとモビリティマネジメントっていうのを交通に関してやってたのを、消費増税とかねコロナとかねそういうものに応用してるんですよ、国土強靭化とか。それで、まあ、最初に僕が国土強靭化とかね消費増税減税問題とかやってる時にはね、だからまず僕が書いた本書くんですよ、本書いて消費税あかんぞって本書いて、でそれでいろんな政治家に説明しに
行ったら、だからこう僕のイメージはね、わらしべ長者ですよ、うん、こう最初わらしべだけそこに金分つけたら子供が来て、これなんかと変えてくれ、うんうん、ちょっと絵もあってでまた変えてくれで最後長者になったじゃないですか。そんなイメージです。で僕は最初に論理だけ書いてたんだけど、あの書くだけじゃなくて僕は本を書く時間とそれをプロモートするための時間と同じぐらい使うんですよ、うん、そうじゃないと本って別に書いて終わりじゃなくて読んでいただいて、かつ読んだ内容が実際に社会に影響を与えて世の中が動くところまでが本を書く意味ですからね。世の中動かす意味がないんだったら本なんて書かないですから僕、うん、もう必ず世の中が動くっていうゴールを目指して本書いてるんですよ常に。でそれでなんかまず国土強靭化だとか消費税の増税問題だっていうのだったら、まず書いたらこれ誰に言ったら分かるんかなっていうので、いろんな政治家に説明しに行ったうちの一人が安倍さんだったんですよ。へー。そしたら安倍さんが、あ、藤井君これその通りだなこれやらないといけないなこれ、うん、ダメだなこれ、デフレ脱却だ、おお、本のね帯にもね、そう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 、そうそう、だからね安倍さん、いろんな方に説明してる時に安倍さんがそれそうだなっていうふうに分かっていただいて、そう思ってもらうためには安倍さんが何を思ってはんのか相当理解しとかないとダメなんですよ。でこっちの言いたいことだけベラベラ喋ってるんじゃなくて、安倍さんやったらこう言うたら、うん、そうだなって言うかをめっちゃ想像しながら、僕が知ってる知識がこれぐらいやったらそっから重要なものを3つ4つだけ切り抜いて、しかもブラッシュアップして A4 1枚だけにして持っていくんですよ。あ、それやらないといけないなってこうなるんです。だから動くように考えるんですよ。相手の欲をよく知っておくことが、その通り大事なんですね。その通りで、お立場とか、はいはい、で僕がどう思われてるとか、でそういうので考えてくる。味方の増やし方でもありますね。その通り、その通り。正論はまず考えることは理論でしっかり考えるんですけど、その後これでどう世の中が動くかっていうことをね徹底的に考えるんですよ。言論人ってね内容考えて終わる人多いんですよ。違うんですよ、僕はね内容考えた後これで世の中がどう変わるかにエネルギーの半分、場合によっちゃ8割をかけるんですよ。そうじゃない、意味がないから。でそれは何でかって言ったら、ドラッカーのマネジメントを行政に応用する研究をずっとやって、そこの代表をやってるぐらいで、それで実際いろんな地域の公共交通とかを活性化してきた、はい、実績と経験があるので、それを官邸に応用したのが国土強靭化とアベノミクスだったんですよ。ということでね、さらに仲間の増やし方のあたりとか後半でお話ししたいと。はい、ほんまに人を動かす正論の伝え方、後半でも実生活で使える伝え方のテクニックについてたっぷりと伺います。東京本間門教室をご覧の皆さんへ特別なご案内がございます。番組の尺などの関係で話しきれなかったさらなる本間門の情報、裏話を包み隠さずお話しします。本間門裏トークという番組をインターネット上で配信しております。詳細は東京本間門教室の YouTube 概要欄をご覧ください。よろしくお願いします。ゲストのコーナーです。本日のゲストは参議院議員で参政党の副代表県事務局長の神谷総平さんにお越しいただいております。今日はどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いかがですか、参議院なられて。いや、なかなか荷が重いなというのが正直なところですね。自民党のポッとしたこう参議院ではなくて、はい、まあ、176万票いただいて一人だけなんで、議員が、はい、そうですね。だから背負ってるものが大きいなっていうのがすごくひしひしと伝わってきてですね、なかなかそれに応えるのが、うん、大変だなというのがもう正直なところです。でもね、やっぱりまあ保守じゃないですか、はい、まずで僕らの周り、まあ、保守の人多いじゃないですか、はい、だからね参政党に期待する声をねよく聞くんですよ。ところで藤井さん、参政党についてどう思ってはるんですかってね、うん、もう100回ぐらい聞かれますよ。ありがとうございます。いろんな人から、はい、でいや、まあ神谷さんっていうのは、まあ、前からとかでもちょっと説明したりね、はい、でまあ保守の基本的な考え方でっていうこのお話してるんですけど、やっぱりね期待すごく大きいんですよね。でやっぱりねその期待の大きさはやっぱ保守を明確に掲げてらっしゃるじゃないですか。でだけど保守だけど今だったらこうグローバリズムを気にしたりとか、はいはい、その新自由主義的な保守ってすごく多かったり、はい、で親米という
属国意識的なね、はい、うん、保守がいたりとかってすごいね、はい、保守の中にね、いわゆる今の多数派保守の、まあ、親米的な対米追従的な従属的な側面とか新自由主義的なものに対してね、苛立ちを持っている方っていっぱいいるんですよ、はい、そこをね、まあ、それはね自由民主党の、まあ、この55年体制からのそのなんていうか日米関係のなんていうか檻が溜まってるというかね、はい、しがらみがあって、うん、はい、でそれになんか鬱屈してるところがあって、そっから独立した保守っていうのはね意外と少ないんですよね。だから多分そこに参政党の、まあ、人気の秘訣があるんじゃないかなと思ってたんですけど、いかがですか。そうですね、我々も保守かリベラルかみたいなよく聞かれるんですけど、うんうん、もうそういう見方じゃなくて、あ、もうグローバリストか反グローバリストかみたいな形で見てくださいと。そうですね、はい、っていうのも、うん、もう保守も先生おっしゃった通りいろいろいるんで、うん、保守ってカテゴライズされるのもちょっと違いますね。党員からするといや俺たち違うよという方もいらっしゃるんで、うんうん、まあ、保守政党通り反グローバリスト反グローバリズムの政党だというふうに位置づけていただきたいというふうに皆さんには説明してます。そうですね、はい、まず参政党ってどういう政党なのかっていうところをまずご説明いただければと思うんですけど、そうですね、まず理念と綱領があるんですよね。理念と綱領があります、うん、はい、まず理念はどういう理念に。理念はやはり日本の国益を最優先にすると、うん、当たり前ですね、はい、うん、そしてただそれだけではいけないので、うん、やっぱり世界の調和という、うん、まあの、そうですね、日本だけというのはダメなの で、日本が最優先だけどやっぱり世界全体のバランス調和を、ね、作っていこうという、うん、そういうのが党の大きな理念です。いや僕その今おっしゃった調和ってすごくいいなと思ったんですけど、やっぱりその調和のところ平和って言い換えちゃうと、はい、手垢がつきすぎてて、はい、なんか反戦とかね、うん、平和っていう、はい、なんか平和イコール反戦であって、はい、平和イコール軍拡はないとか、はい、いうのがどうしてもこの55年体制の戦後日本77年がそういう定価があったんだけど、そうじゃなくてこう調和を図るんだと、はい、そうです、で世界全体に調和を図るっていうね、はい、で自立は当然だと、はい、でかつそれで貢献するっていうね、はい、非常にね素晴らしい理念だなと僕は思いました、ね、はい、でその理念のもと綱領があるんですよね、はい、それはどういう3つ、ね、3つありまして、まあ、政府の文言までちょっと覚えてないんですけど、はい、1つはやっぱり天皇中心に日本を、1つにまとめていこうと、うん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 、あまり国内で右だ左だと争ってる場合じゃもうないよと、違いますね、はい、うん、まあ、憲法1条にもちゃんと象徴天皇が書いてあるわけですから、皇室を永続させつつ、まあ、日本人がこう団結していこうというのが1つ目、うんうん、1つ目ですね、はい、これみんなあんまり言わないですけど、はい、一番基本中の基本ですからね、はい、まあ、戦前は国体なんていう言葉がありましたけど、はい、それを守るため の、 大東亜、はい、第二次世界大戦っていうものが、まあ、あって、でそれは別に特殊なイデオロギーじゃなくて、征夷大将軍だって天皇陛下が決めてはるわけですし、はい、武家の社会って天皇陛下が決められてるし、はい、でその前の貴族社会もちろん天皇だし、そうでずっとね憲法一条にもいわゆる左翼と呼ばれる方々が尊重すべきだと言ってらっしゃる、はい、一条っていうのは、はい、天皇陛下、そうそう、ね、一条から七条全部天皇陛下の話で、はい、八条以降が天皇陛下以外の国民の話ですから、はい、実は日本国憲法っていうのは天皇部分と非天皇部分になってるぐらいのものですから、はい、そこをなんか論じるのがダメだって間違えてますよね。そうなんですよ、だからその文言を外してくれ、天皇という文言を外してくれって声がいっぱいあったんですけど、うんうん、絶対外さないと。 そうですね、それを外しちゃったらもう日本じゃなくなるでしょうと、うん、いやそうなんですよね、はい、別に天皇主権の国家を作るとかじゃないんですよ、言ってるわけじゃないですか、ね、それすぐ左派の人たちが歪曲して、うん、参政党は天皇主権を言ってるとか言うんですけど、天皇主権なんか言ってないと、憲法通りと言ってない、言ってない、はい、まさしくそうなんですよ、はい、だそこは我々はもう断固として動かさなかったので、うん、2つ目の2つ目は、まあ、まさに日本の自立ですね、はい、うん、はい、もう対米従属してしまってるんで、はいはい、これではやっぱりダメだと、そうですね、はい、いうところは明確に、うん、はい、僕らも言っています。でまたこれから中国の国力もどんどんついてきて、はい、対米従属プラス、はい、中国の準植民地みたいなね、はい、もうから二重の封じ込めなんで、そうですね、はい、でもういろんなものを今買収、まあ、ニセコなんていうのが一番有名ですけど、はい、不動産買収されて、そこでの経済、日本国民の経済活動の多くの部分が中国に吸い上げられるっていう、はい、まあ、ネオ帝国主義っていうかね、はい、ネオ植民地化されてるっていうところありますから、うん、そういうのも、まあ、排除していくっていうのが、はい、まあ、2つ目ですよね。まず天皇陛下という、まあ、歴史を引き継いで、はい、で独立をしますと、はい、
で3つ目が何？3つ目は日本の伝統文化、国柄をしっかりと慣習とか含めてね、はい、をやっぱ受け継いでいこうということですね。天皇というものに象徴されてはいますけども、はい、実は天皇制というものを広く取れば日本の伝統全部ですけれど、はい、実は天皇と直接呼ばないものでもいろんな地域文化とか伝統とか、はい、で言葉なんてまさに伝統の中心ですからね、はい、それを守る、はい、農業をちゃんと守るとかね、うん、お祭りをちゃんと残していくとか、うん、そういうことも大事ですよね。これその3つに反対する人いるんですかね。あんまりそこは突っ込まれませんでした。だから天皇のキーワードのとこだけが、あ、はい、あの天皇主権だってなりましたけど、それ以外のところに反発はほぼなかったですね、うん、まあ、本来自民党がやるべきことを、うん、そうですね、はい、改めて掲げたというような感覚ではありますね。そこで、もう一つお伺いしたいのは、その参政党という政治に参加すると、レテグってね、はいはい、政治に参加する、祭りごとに参加する党という名前になってますけど、はい、ここに込めた思いっていうのはどういう、はい、うん、まあ、今の選挙ではですね、もう国民の半分が選挙にも行かないと、うん、そうですね、で行った人も投票はするけど終わったらもうそれで終わりで、うん、あとお任せねということで、うんうん、日常あんまり政治の話をしたりせずに、うん、ただもうワイドショー的なものを見て、うん、論評するだけであって、うん、じゃあ批判はいいけどどうやって日本を良くすればいいのっていうことを主体的に考える国民がほとんどいないんですね。で政治家 もうそういう支援者ですから、何かこう人気を取ることに終始してしまって、自分たちでこう考えて提案していく、例えば世論はこっち向いてるのにそうじゃないだろうというふうに、まあ藤井先生はだいぶねもうガンガン吠えてらっしゃいますけど、あのそういう人がもういなくなってしまってると。そうじゃなくてやっぱり主権者なんだから、やっぱり政治家がおかしかったら自分たちで引きずり下ろすというぐらいの動きをしないといけないし、それにはやっぱり普段から少しでも政治活動に加わっていかないといけない。だから今は政治家が全部決めるんですよ、政党のことも。議員中心政党なので、そうじゃなくて党員中心の政党を作ろうと。なるほどね、はい、あーなるほど。党員さんは今どれぐらいおられるんですか。党員は今サポーター含めて10万人ぐらいです。あ、そうですか、はい、サポーターっていうのは、あ、まあ、はい、党費を払ってる党員が、まあ、6万人ぐらい で、 6万人ぐらい で、 あとは、まあ、あのそれを選挙の時だけで応援しますよとか。なるほど、っていうサポーター、準党員のような。準党員が4万人ぐらいです。多いですね。これ立ち上がったのが2020年の4月4月からですから、2年で10万人、はい、実はあの半年前選挙始める時は1万人しかいなかったんです、うん、あ、選挙やってるこの6ヶ月間で10倍に増えたっていう。そうですか、はい、今回のこの参政党の運動ね、はい、で選挙を通して議席の獲得、この議席の獲得もこれフラットに、皆さんあの比例ですから、はい、武田先生だとか松田先生だとかっていう名前を書いて、はい、で順番決めてなかったんですよね、はいはい、でその票数で今回はたまたま、はい、神谷さんが議員になったっていうだけで、決してあの自分がなるためにこの政党の枠組みを作ったとかって全然関係ないですからね、はいはい、僕はもう事務局長なんで、うん、もう選挙には出ずに事務選対とかを回す役割をしようと思ってたんですけど、うん、実際そうだったんですよね、はい、それもやりました、うん、ただあの、まあ、出馬のきっかけはあの参政といえば知名度がなかったので、やっぱり看板候補が立っていただかないと困ると、うんうんうん、いう中で武田邦子先生にお願いしに行った時に、はいはい、あの武田先生も快諾してくださったんですね、うん、僕それに感動するとともに、うん、ちょっともう動揺してたんですよ、あまりにも即答だったんで、ああほんまにこ認めてくれはったで、はい、まあ、10着断れるつもりで行ったのにいや分かりましたって言ってくださったんで、でもその次の先生の言葉が、でも当然私に出ろって言うんだから神谷さんも出るんでしょというふうなことを返されたので、そこで出ないって言うと先生もじゃあ私も出ないっておっしゃりそうな雰囲気を感じたので、出ますと、私も出ますというふうな形で、まあ、あの候補者になったという、そういう経緯だったんですね、うんうん、で実際今回得票数が、176万、はい、でお一人分は、100万ちょっとでしたっけ、あと一人通すの100万票、100万票ですよね、はい、でもうあと何票あったらもう2人、あと20万票弱ですね、20万票弱、ね、はい、あれば16、7万って聞いてますけど、はい、16、7万あれば2人目が武田先生、おそらく武田先生が当選されてたんですよね、はい、だから惜しいところだったんですよね、いや悔しいです、うん、僕はもう何としても3議席欲しくて、3議席あれば会派が作れるので、あ、そうですね、あの、まあ、2議席作れるんですけど、3議席ぐらいあると質問とかもちゃんと来るからですね、そうですね、だからもう口頭で総理とかにいろいろ聞けたわけですよね、そうですね、1議席ではなかなか、うん、
でもこれ何にもないところからね、はい、国会議員の一議席をね、はい、これ特に裏のバックがないです。医師会だとか何とか会とかがついてるわけじゃないじゃないですか。もう自分のマイクと声だけじゃないですか、はい、それでこれだけの拡大できたっていうのはこれはねもう、まあ、日本の、まあ、大きな歴史の転換になる可能性は僕十分あるなと本当に思いますですよ。あ、ならない可能性だって当然あるんですけどね、はい、なる可能性があると僕は思うんですよね、はい、まあ、そういう意味でねこれから事務局長として参政党をどうしていくかっていうのもあると思いますし、はい、ご自身の政治家としてのビジョンも終わりだと思いますし、はい、まあ、今後の戦略についてね、はい、どうお考えなのか最後にお話しいただけますか。わ、はい、かりました、うん、まず一番最初にやるべきことは、うん、膨れ上がった10万人の党員の方をやっぱチームにしないといけないと、うん、やっぱり熱は持ってバーッと皆さん入ってくださったんだけど、うん、そもそも綱領とか理念とか、うん、何を目指すのっていうところは共有できてないんですよ、うん、急に増えたので、うんうん、これがないと絶対バラバラになっちゃうんで、うん、はい、そこをまず周知徹底し、うん、で全国289小選挙区あるんで、うん、この289支部に分割したいんですね、はい、それぞれの地域でまず皆さんに勉強してもらう、うん、はい、だから藤井先生はもう協力いただけ嬉しいんですけど、うん、やっぱり勉強しないことには政治なんかできないので、うん、いやそうです、はい、で日本の教育で政治のことなんか全然教えてないから、うん、いや本当にそうです、はい、うん、そんなね子供に試験者教育する前に大人が勉強しようって話なんですよ。いや全くの通りです、はい、だからそれを国民運動としてやる、これが一番です、うん、でその中でやりたいやりたいっていう人じゃなくて、うん、あなた勉強進んでらっしゃるから、うん、議員になってくれませんかと、私たちのために、なるほど、ね、いやいやですいやです、いやでもね誰もいないんですよと、お願いしますっ ってみんなでお願いして議員になってもらうと、祭りごとの哲学そのものですね、はい、政治家というものは万やむを得ずやるものであって、はい、プラトンが言ったね、はい、これなりたいなりたいと言ってなるもんじゃないっていう、だから僕言ってるんですよ、なりたいっていう人はあんまり選んでいかないと、うん、はい、みんなでやってほしい人に議員をやってもらおうと、うん、いうので、議員を増やしていく、うん、でその過程の中で政策を作るっていうことがやっぱ大事で、うん、結局勉強してないと政策なんか作れないんで、うんうん、チームの中で政策で議論してと、うんうん、でなるべく皆さんの意見が党の政策に反映されるように僕事務局で頑張ると、うん、はい、政治家にやらすと選挙に通るための政策しか作んないと、あ、そうなりますね、はい、そうなります、ね、あかんと、選挙に落ちてもいいから、うん、ただあるべき日本の形を追求しようと、うん、そうですね、でそれは選挙に出ない人たちが決めないと、候補者が決めさせたら、議員たちに決めさせたら、うん、絶対ポピュリズムに走るんですよ。そうですね、票になる政策しか言わなくなるから、うんうん、だからそれをさせないという政策作り、うん、あ、はい、それは素晴らしいですね、はい、これをやっていきたいと、うん、で僕はそれをマネジメントする事務局長なので、うん、長く議員はやりませんと。なるほど、今回はもう長く議員はやりませんと申し上げてるわけですね。いや、ね、国会に出てる時間がもったいないですね。あ、はい、それよりも私は地方を回って組織作りを頑張った方が党勢の拡大になると。なるほど、はい、だから国会なんかはやっぱり政策議論したりするところですから、うんうん、代表の松尾学さんみたいな方が国会に上がっていただいて、うん、政策議論をしていただくのがやっぱりいいと思っていて、私はもうどっちかっていうと全国行ってワンワンやるのが性に合ってるんで、うんうんうん、なるほどなるほど、はい、ただじゃあなんで国会議員になったんですかって、まずそれは皆さんから票をいただいたからです、一、うん、つ目、うん、で二つ目はこれから国会議員を何十人と輩出するつもりなんですね、うん、で参政党はやっぱり新しい組織なので、うん、チームがないんですよ結局、うんうん、国会議員頼りじゃなくて、はい、政党の職員頼りにしたいわけです。なるほど、ってことは100人ぐらい優秀なスタッフがいないとダメなんですよ、うん、なるほど、なるほど、その方を登用し、そして、うん、まあ、教育っていうとおかましいですけど、まあ、トレーニングしていくというのは、はい、僕は議員である方が決定権が強いんで、うん、はい、秘書も自分で選びますしね、うんうん、その秘書中心の100人ぐらいのスタッフを揃えるにはやっぱり2年ぐらいあれば、僕はだからスタッフ揃えて、そして新しい方々に国会議員になっていただいて、その国会議員1人に10人ずつぐらいスタッフをつけて、はい、それで国会議員があんまりまだ勉強ができてなくてもスタッフが全部国会回せるという状況の政党にしたいわけです。今政党はもう例えば自民党さんとかはもう官僚組織があること前提の党になってるんですよね、はい、だからそういう意味でそのご自身でそのスタッフを抱えて十分、はい、ないっていうわけじゃないですけど十分抱えてない状況があって、はい、それでそういうところがあって霞ヶ関首都になってしまってるところがありますから、はい、そこはもちろん霞ヶ関の方ともちゃんと議論はするんだけれども、はい、党としての提言というものをしっかり持って霞ヶ関と対峙するようにしておかないと結局元の目阿弥になりますもんね、はい、だからね、うん、やっぱ政策考えたり官僚と渡り合うのは議員だけじゃ無理なんですよ。そうです。アメリカなんかは1人の議員に対して10人20人とスタッフつくじゃないですか。そうですね、日本3人しかスタッフ雇えないんで、そうですね、こんなんで官僚と戦えるわけないんですよ、うん、そうですね、だからちゃんと官僚組織と議論できるチームは党で作りますと、うん、で議員は正直な話ある程度そのスタッフが言うことが理解できれば、うん、ね、そうですね、いいんですよ。であとは皆さんの前でその
説明できればいいんで、ちゃんと理解して、それで大衆の心をつなぎ止めるのが私議員の役割だと思ってて、だから議員の役割も我々今までみたいにそのあれもこれもやれと、だから選挙も党員がやると、基本的に、なるほど、はい、議員はその神輿としてちゃんと皆さん の心をね集められる存在であればいいんであって、議員にあれもこれも求めたってそんないないんですよ、そんな優秀な人は。で議員はほら優秀でも選挙落ちたらもう終わっちゃうんで、党のスタッフだったら選挙で負けようが勝とうが党にお金がなくならない限りずっと継続して雇えるんで、はい、そういう組織を作りたいんです。はい、これからもぜひまたいろんな話を聞かせていただけたら嬉しいな。でまたこの番組にもね、はい、あの今参政とこんな状況になってるんですよ、はい、っていうのことも、まあ、準レギュラーにしてください、ね、関西弁でバシバシやる番組ね東京ですけど、そうですね、ぜひいろいろとご活躍期待しておりますので、はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします、はいはい、ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。 CM の後はほんまに人を動かす正論の伝え方後半戦、藤井流の正論を伝える極意を伝授します。正論言おうとしてる時点で我々は負けてるんです。負けから出発なん。日本が売られるの著者が衝撃の告発。なぜ郵政民営化の裏にアメリカの影が見え隠れするのか。なぜ日本人の年金を運用する GPIF は運用にアメリカの金融会社を加えたのか。なぜ世界で使用禁止が相次いでる除草剤が日本では普通に流通しているのか。お金と人事を見れば世界が見える。株式会社アメリカの日本解体計画は書店では買えません。視聴者限定、今なら送料のみ550円。今すぐ堤美香で検索。今回はほんまに人を動かす正論の伝え方というテーマでお話を伺っています。後半ではより実践的な正論の伝え方について伺います、はい、お願いします。まずね、この正論を伝える時にね、我々が絶対忘れてはならない根本的な要素ポイントがあるんですよ。それは何かというとね、正論言おうとしてる時点で我々は負けてるんですよ。なんでかって言ったらね、楽しいことなのに、がやられてたら別に正論言う必要ないじゃないですか。あ、減税したらいいよ、うん、それでいいよ、日本のね独立しようしなあかんと、でみんながね独立向けて頑張ってるんだったら、あ、独立しちゃったらいいよって思うわけです。ところがね、独立しようと思ってないけれどみんなね、でも独立せんのはダメじゃないですか、だからみんなが正しいことをやってない時に正論を言おうとするわけですよ。だからね、常に正論を言おうとしてる時には負けから出発なんですよ。なんか正論なのになんでダメなんだよって切れてもダメなんですよ。最初負けてるんです。なるほど、正しい論を言わなければいけない状況にあることが問題ですね。そうですそうです。だからね、変わらないことにね、過剰に悲観する必要ないんですよ。だって負けてるんだから、だからね、全部オセロで言ったら全部黒な状況ですよ。それどうやって白にひっくり返していくかっていうような話だとまず思うことなんですよ、はい、だからね、ちっちゃなことからコツコツとなんですよまず負けてるんだから、それでね、負けてるんだからどうしたらいいかっていうと、本当にちっちゃなことからコツコツとにこう、をなっていくんですけどね。その中でやっぱり一番大事なのはまず自分の正論をめっちゃ磨くこと。この正論が歪んでてじゃろんやったらもう勝ち目ないじゃないですか、はい、これ正論やったらね、負けてても勝つ見込みがあるんですよ。なんでかって言ったらね、世の中ね、正論以外のなんか変な論理でね、力の論理とかパワーバランスとかで動いてるところがまあありません。金と何が正しいかよりもどの空気にくっつくのが正しいかみたいな。そう、あのお金儲かるとか、そっちが楽とか、あの人怖いとか、なんかそういう聖者の論理じゃないもので動いてるじゃないですか、でもね、ってことはだからこっちにね、そういう力もお金も何もないっていうところです、お金もないし、政治権力も何もないっていう時に正論言おうとするわけですからね、でそれがあったらそれを使って正論言ったらいいんだから、正論言おうとしてる時点でね、それもないんですよ。だからもう口だけ、口しかないんですよ。だけどね、正論ってね、力があるんですよ。お金は力があるし、でもちろん権威とか武力も力もあるけれど、正しいっちゅうことだけでね、人間って意外とね、あ、それは理屈やな、それやらなあかんなと思わせるものがあるんですよ。だからね、実は正しくあるということはね、すごい力を持つんですよ。だってキリストとかブッダとか、あ、何の政治権力もないじゃないですか、ね、で孔子とか孟子とか
ね、みんな、ね、ソクラテスとか、うん、でも莫大な影響力があるじゃないですか、はい、だからね正しいということにはね実はねすごい力があるっていうことを信じることが大事なんですよ。でだからまずね自分が正しいかどうかをねめっちゃ考える必要があって、そのためにはね一番大事なのは自分を疑い切ることなんですよ。でそれで疑ってちゃうかちゃうなと思ったら正しくないんですから、うん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 、だからねまず人に喋る前にね相手方が言ってくる反論は全部自分の中で終わってることが必要なんですよ。なるほど。だから何を言われたってあそれはこうなんやって言えるようになっとく、でそうしておいたらすごい力が出てくる、ね、その挙句に出てきたのがこれを積極財政だし、まあ、MMT なんかもそうだしコロナの反自粛っていう僕の主張もそうだし、はい、で自主独立とかも、まあ、全部僕はあの都構想とかも反都構想とかもそうですけど、こう人前に言う前に相当疑ってここでやっとくんですよ。そしたらねもう出てきてからね調整することって微調整はありますけどメインの調整ってまあ基本ないぐらいまで持っていくんですよ、はあ、軸があるっていうのが大事なんですね。でそこまで来たらね次どうするかっていうとねこれが正しいんだよって言ったって絶対無理、うんうん、だって正しいってうざいからあいつ正論ばっか言ってるよってなるあそうバカにする方もねいますよね少数派の意見をね。そうそうでね基本負けてる状況ですから全員オセロ黒こっちあ白で全員黒状況ですよ。だから、ええ、まず最初全員的なんですよ、うんうん、だからね一人目の友達を作る一人目のもうそれはね応援してくれるぐらいでもいい、うんうんうん、もうあの賛同してくれる上司だと一番いいけど、はい、誰か一人だけでもいいか仲間作るんですよ。でその時にね自分が持ってる正論をね100やったら正論ってね正しすぎて毒になるんですよ、うん、だってみんな邪だから、世の中邪だから、いきなり薬飲ましたらもう身を水清すぎて魚つまずですからすごい反発があるので、はい、この人が飲めるぐらいの正論の一服の清涼剤だけピョッとこう入れてあげるんですよ。でちょっとだけ白ならはるんですよ、うん、で仲間になるんですよ。でもうこっちはもうだから100点から言ったら1点ぐらいなんだけど、いやその通りだよ、僕は君の親友だよぐらいもうね嘘つかない範囲でね、はいはい、でもういや君本当すごいわみたいな、で仲間つくの。そしたらね仲間ができたらねこの人も頑張ってくれるので、まあ、3人目できたりするんですよ。そして3人になったらね、はい、なんかまあちょっとしたもんですよ。ほいでいろんなで一番攻め落とすべきは上司ですよね。あ上司をどう動かすかが、ある目上の人、だからこれは例えば僕だったら安倍さんですよ、ね、うん、安倍さんが理解すると一気に国土強靭化とかアベノミクスにこう行けるわけじゃないですか、でそれはね地方のモビリティマネジメントだったら市長とか知事なんですよ。だからそこを一番大事だぞというのをいつもこう、まあ、やるんですけど、こうやってねそうやってだんだんね広げていくんですよね。でここで大事なのはねものすごい批判されるんですよ。打滑のことが嫌われるんですよ。だって真っ黒なんだから白なんて嫌いなんですよ、うん、せっかく白いの潰して黒にしてんのお前何してんねん何してくれたんねん夫人お前まあまあ反社な人がこう、まあ、いっぱいいるんですよね。でその人たちとはね喧嘩しない。それよりも仲間を作ることが大事なんですよ。なるほど。批判された方に目を向けるのではなくて、そうです、そうです。で仲間から見放されないために喧嘩する必要はありますけどね、でも喧嘩したってもう絶対聞かないからこいつら。そこにエネルギー使うんじゃなくて仲間を増やそうにエネルギー使って、それでね上の人にこう理解させたらそしたら一気に仲間にバーンなりますから。それは僕今まで何回までそういう経験が。で今回の神谷さんもね僕10年間ずっと彼を政策論ずっと言ってきて、だからいろんな若い政治家と付き合ってきましたけどそのうちの一人なんです、はい、で彼は彼のやり方で政党を作って自分も国会議員になって、うん、君よう頑張ったなと。あれも一つある種人を動かす政論の伝え方の一個の帰結になってるんですよ、うん、で神谷さん自身もそれをみんなにやってるんですよ、でみんなでそれをやってやられて国が良くなっていくっていうのが政治っていうものですからね。今コツコツされてる段階なんですね。そうそうそう。だからね敵と戦うことも必要なんだけど時にねあの必要なんだけどあの常に戦いはええっちゅうもんじゃないんですよ、仲間を作っていくことが大事。そこでね心理学上大事なのがね質量限界という概念があって、質量限界これ英語でクリティカルマスってこう言うんですけど、これはねみんながこれを言ってるよっていう空気があったとしても例えばコロナ、みんな自粛しようって言ったりとか、最近だったらコロナ自粛しすぎやって空気になったりとか、そういうのってね
全員が思わなあかんわけじゃないんですよ。不思議な話ですけどね、大体ね、まあ、数学的構造にもよりますけど、1割か2割か3割ぐらいの人がある意見に賛同したら全員がその意見になるっていうね、限界ポイントがあるんですよ。これがね、質量限界、クリティカルマスって言われる社会学的、社会心理学的現象として知られてるんですけど、そこまで増やせばあとは勝手に仲間になるんですよ。国土強靭化だって、積極財政だって、僕はいつもそれを狙ってるんですよ。でコロナだっていつもそこを狙ってるんですよ。だからね、無難、時間ないので、時間ないのにこっちの戦ってたらそこ無駄だから、仲間を 2,3 割までいけば勝つんです。もうゴール設定がね、大事って話もありましたけれども、100を目指すと難しいけど、無理です3割なら、そうですそうですそうです、ね、まあ、状況によってそれが3割なのか1割なのか6割なのかって、クリティカルマスの水準はいろいろとあるんですけど、とにかくね、そこを目指すと思ってるとね、戦略が全然変わってくるっていうね、ポイントがあります。それでね、それってまあ最後です、はい、僕この章で書いてるのが僕一番大事だなと思ったんですけど、最後の章でね、はい、これ哲学者の久喜修造っていうのが、まあ、いてね、はい、息の構造っていう、まあ、本があるんですよ、はい、小息だね、稲瀬だねっていうのあるじゃないですか、でこれってね、西洋人意味分かんないんですよ。でも日本人なんか分かるじゃないですか、はい、息だね、稲瀬だね、でね、正論を伝える時にもね、ある種の息差がないと絶対ダメなんですよ。これね、息じゃないって野暮、野暮ってことは何か言うとるわって誰も聞かないんですよ。息だね、ちょっとあいつの言ってみるとおりやってみようかってなるんですよ。でね、この息っていうのは何から出てくるかっていうとね、その久喜修造、この3つが必要だって言ってるんです。1つはね、維持、必要ですよね、この正論絶対通すぞという維持、邪論なんか絶対俺はまかれないぞという意志、一貫性です ね、うん、それからね、次はね、諦め、諦めだからもう負けてると、どうせ俺はこの正論で語れへん、もうそれはそれでしょうがないと、これね、意志があってかつ諦めることってできるんですよ。もう矛盾しそうですよ、絶対通してやるぞと、でも絶対通してやるぞと思うんだけども、通るかどうかは時の運だと、神様が決めてくださるだろうと、だからね、意地がありながら諦めるんです。なんかこの正論通してやろうってすっごい意地があって、でも通らなくても普通なんだと思うんです。ただの頑固にはならないってことですね。そうですそうですそうです、うんうん、これね、意地だけの人ってもう鬱陶しいわこいつってなんです。諦めてるだけのやつってこれ腐ってますからね、これお前どんだけ腐ってんねんですから。だからね、意地と諦めを同居させるところにね、未来があるんですけどね、意地ですね。でね、もう一個あるんですよ、もう一個、これがすごいんですよ、はい。CM の後は正論を伝える3つのコツを徹底解説、人の心を動かす藤井流実践論の答えとは。この3つがね、全然違う3つがね、あった時に人は動くんですよ。東京本間門教室をご覧の皆さんへ特別なご案内がございます。番組の尺などの関係で話しきれなかったさらなる本間門の情報、裏話を包み隠さずお話しします。本間門裏トークという番組をインターネット上で配信しております。詳細は東京本間門教室の YouTube 概要欄をご覧ください。よろしくお願いします。先生、番組の放送時間などの関係で、はい、残念取り上げられなかった情報が聞けるおすすめの配信コンテンツがあるんですよね、はい、そうなんですよ。ほんまも裏トークというコンテンツでね、はい、これインターネットでご覧いただけるんですけれども、やっぱりね、テレビでお話ししてるとやっぱこう放送の枠がありますから、はい、結構ようさん喋っててもカットされてたりね、まあ、時間の関係でほんまこれ喋っときたいねんけどって思いながら喋れてないところがあったりするんですよね、はい、そういうところをね、もう包み隠さず、さらなるほんまもの情報を包み隠さずたっぷりとねお伝えするっていうのがこの本間門裏トークっていうコンテンツなんですよね。はい、かなりディープな内容のお話もあるんですよね。実はこのテーマをやろうと思った裏側にはこれがあって、でこのテーマとこのテーマって同じことをやろうと思ってるんですよとか、だからね、そこまでちょっとね、全然喋れないんですよね、テレビだと、はいはい、時間の関係で、だからそこをね、全体をこうね、じっくり語ってますので、もっと深いところもご覧いただけますから、ぜひご覧いただきたいなと思います。はい、
ぜひ興味のある方は、はい、東京本間門教室 YouTube 概要欄ですね。そうそうそう、この YouTube の概要欄にそのクリックしていただいたら、はい、本間門裏トークご覧いただけますので、そちらにぜひアクセスいただければと思います。はい、ぜひチェックしてください。熱い議論で性能を語る藤井先生、ドラッガーに始まり久喜修造に終わる、性能を伝える3つのコツを大公開。これはね、彼は久喜修造はね、この理論を作るときにどこに行ったかというとね、吉原に行ったんですよ。吉原にはその遊女たちがいるじゃないですか、この花魁の人とか、はい、すんごい粋な花魁とかおるわけですよ、うん、でそのお客さんでもすごい粋なお客とかいるわけですよ、はい、でその一方でダッサいヤッポーな客もいっぱいいるわけですよ。意地ばっかりとか諦めばっかりとかあってね、でそこでじーっと見て、この3つ目がいる。その3つ目がね、媚びなんですよ。媚びる、すごいでしょ、これすごいでしょ。だからね、意地があって諦めがあるんだけど、そこにね媚びを入れなあかんのですよ。だからね、媚びがあってある種の愛嬌ですよね。そこで初めて人はね、あ、こいつ可愛いなって思うんですよ。おい、昨日のなんだかんだ言ってこいつ可愛いとこあるじゃん、ちょっと行くこと聞いてやろうかみたいな。これ媚びがないとね、意地があって諦めてて、でもなんかな、うん、まあ言うてんの正しいのは分かるけど、なんか俺お前のためなんかやったろっちゅう気しーひんなみたいな。でもね、意地も諦めもない媚びてるやつ最低ですよね。最低なんですよ。だからね、意地だけでも最悪だし、諦めだけでも最悪だし、媚びだけでも最悪だけど、この3つがね、全然違う3つがねあった時に人は動くんですよ。これがね、久喜修造が明らかにした息の構造なんですよ。これがね、人を動かすセールの使い方の最大の極意です。わ、もう意外でした。オイランの方々って媚びないイメージでしたけれども、うんうん、いや、そこはほんのちょっとの媚びと、アンさん、うちに何でもアンさんやったらついてきますよ、媚び、媚びるんです。でもそこに意地と諦め、だからオイランさんはね、まずだからお客様だから諦めてるわけで、結婚して家庭持つが思ってないわけですよ、はい、でもね、こう意地があるんですよ、私はあのオイランとして誇りたこを生きてます、はい、こう意地があるんです、だけど媚びがあるんです。かっこいい。だから人の心に響くんですね。 そう、うん、でそれがないとね、人は動かない。はあ、ね、だからドラッカーに始まり久喜修造に終わる、実はね実践書なんだけど思想書でもあるし、モビリティマネジメントの言論版という意味では、これはある意味その経営学の本でもあるんですよ。だからちょっと変わった本なんだ、新しいタイプの本なんだ。これね、正論通らんでイライラしてる人絶対いますよ、いっぱい、はい、あるでしょ。あります。このじじいなんでこれ分からへんねんみたいな。でもそもそも言えないとかありますよね。ありますよね、うん、言っても無駄だろうなっていう。そこにね、幾分の込みとしっかりとした意地と、そして基本的な諦めが持って、少しずつやっていけば、1人は2人に、2人は4人に、4人に、今8人になっていく。でそのうちクリティカルマス、限界質量を超えて世論全体が変わるということはありえる。で最後重要なのは、僕人を変えるって言ってますけど、もう一個重要なのはね、これをやったら変えれるとかじゃないですよ、変わるまでやるんですよ。変わるまで、そしたら必然的に変わるんですよ。でそれポイントはね、自分の人生限られてますから、次のやつも見つけるんですよ。だからアメリカからの自主独立とか、中国からの本当の作法体制からの脱却をずっと継続するとか、ずっと思っとくんですよ。だからね、変わるまでやるんです。なんか最後根性論になってしまう。まあ、ドラッカーに始まり、久喜修造を通って根性論。これ根性結構大事ですからね、まあ、それはイジっちゃイジですけどね、はいはいはい。いやでも覚悟がいりますよ ね、 そうですね。正しいことを言うっていうのはね、ズバッと言うと責任取らなきゃいけないですから、ね、まあ叩かれますから僕は。毎日叩いてますから、いろんな証拠も。でもそこよりも味方に、味方に目を向ける。そうです、大事なポイントたくさん伺いました。そうです、ありがとうございます、はい、藤井先生ありがとうございました、はい、次回の放送なんですけれども、はい、9月24日土曜日10時30分からとなります、はい、こちらもぜひご覧ください、はい、味方をどんどん増やしていきたいですね。そうですね、この本間門教室も当然味方を増やしたいなという思いで、はい、スタッフの皆さんと頑張って
提供させていただいてる、ね、はい、では今週はこの辺で失礼いたします、はい、さようなら、ありがとうございます。東京本間門教室をご覧の皆さんへ特別なご案内がございます。番組の尺などの関係で話しきれなかったさらなる本間門の情報裏話を包み隠さずお話しします。本間門裏トークという番組をインターネット上で配信しております。詳細は東京本間門教室の YouTube 概要欄をご覧ください。よろしくお願いします。